コンスタントウェイトウィズフィンという種目ではルール上はどんなフィンをどんな素材のフィンを使っても構わないというかそういうルール上フィンについての規制はないんですね。自由に自分の好きなフィンを使うことができるんですけれども、今使われているフィンの代表的なものとしてはこのモノフィンという1枚の、フィンとあともう一つは2枚に分かれている2枚フィンですね。今日ちょっと持ってないんですが、以前は2枚フィンで競技をする選手が多かったんです。でその2枚のフィンも長さがスクーバダイビングやスノーケリングで使うフィンよりもとても長くてで素材もすごくしなりやすいカーボンを使っているあの2枚のフィンを多くの選手が使っていたんですがだんだんとこのモノフィンが人気が出てきましてこれご覧いただけると思うんですけどすごく面積が大きいんですね。一蹴りで多くの水を動かすことができるのでかなり推進力がありますで、そうですねこの重さは3キロぐらいあるんですけれどもうまくフィンワークを練習すれば2枚のフィンよりも、少ないエネルギーで効率よく潜ることができるので私はこのフィンをいつも愛用しています。で動かすこのフィンを蹴るコツとしては、足蹴り膝蹴りではなくてもう本当に体全体でウェーブを作って、イルカのように潜っていくのがコツなんですね。というのはこれは3キロぐらいあるんですよ重さが。でこれをここに両足をこう靴を履くように履いてで潜っていくわけなんですけれども膝を曲げてこうももの力だけで蹴って進んでしまうと必ずももがもう張ってきて乳酸が溜まって疲れてしまうんですよね。で効率も悪い抵抗を受けやすくなってしまうので効率も悪いで、そこで体全体をこう滑らかにうねらせてこう縫い針のように抵抗なく、使っていきたいんですけれども、まあ、そこのコツは溝打ちで蹴るという足ではなく足は膝はなるべく優しく伸ばして溝落ちを使って溝落ちでフィンをこう押し出していくというように心がけています。そうですね、フリーダイビング自体素潜りの点から言うとやっぱり深度かかわらず水の中で、息を止めて素潜りをしていてでもうそこには重力もなく全部水に囲まれていてもう本当に宇宙に行ったような行ったことはないんですけれども無重力の世界を感じられるのでその気持ちよさですね。でもう一つはやはり競技スポーツとして自分がどれだけ潜れるんだろうとかどれだけ練習したら進化してもっと潜れるようになるんだろうとかそういうなんかこう原始的な好奇心をくすぐってくれるスポーツだと思いますしあとは年齢関係なく楽しめるスポーツだとそれが魅力だと思うんですね。今日本記録ではなく、世界記録ですね。女性の世界記録を打たれているロシアのナターリアという選手がいらっしゃるんですけど彼女はもう50歳近く、近い年齢ながらも101メートルという世界記録を持ってましてなんか本当にいろんなフリーダイバーの方にお会いして30代から始めて40代から始めた、で60代70代とも私は楽しんでいますという選手にもお会いしますので本当にこうフィジカルだけではなくて息を止めて潜っていくところでとてもメンタル の部分が大きいスポーツなのでこう年齢を重ねた強さがすごく有利なところが魅力なんじゃないかなと思います。